はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラクエビルダーズ2パート31やっていきたいと思います。監獄島からの脱獄計画ですね。2回目の夜が来ましたので、また脱獄を進めていきましょう。これを一回どけて、で下へ降りると。さて、サスケ、行くぞ。懲罰房に入れられていた。脱獄の手立ては考えられた。まあ、収穫はありだね。大木槌を仲間にしてトンネルを掘らせる。理性のかけらもね、凶暴な大木槌。いや、でも戦闘になるんだよね。まあ、確かに船長は完全に足手まとい。ってか、お前腹減ってないの？船長さん。俺は超腹減ってんだけど。焼却場まで行こう。ここなんか食べるものあんのかね。なんもなさそうだけどね。一日中ずーっとここにいたのか。一日っていうか、懲罰房って何日か入ってたのか。このキノコ食えないからね、そもそも。まあ、このキノコがね、食えるっていうんだったら、まあ、最悪ね、キノコ食って、なんとか上はしのげるけど。ただ、水がないからね。やっぱり人間は水の方が必要だからな。あれ？最悪この泥水すすれる？水っぽいのがある。もう完全に、ただの死体だね。で、ここも、もうアイテムはだって取ったから特に用はない。で、この扉もないよね。なんかある？外には行けない。木の箱とか壊すのに長時間かかるんだけど。木材をね、持ってた方がいいのかどうかだよな。木材いるか。まあこんなもんにしておこう。では、ここは開いてるんだよね。鍵閉めてないから。よし、 OK。 いや、ただあんまり突っ走ると見つかるぞこれ。懲罰房を目指すんだけど、お、あー、やっぱりいるか。看守がいる。いや、それさ、捕まってさ、戻されるだけで済むの？お前なんで外に出てるんだってことになんないのか。看守に見つからないように。こいつ動くの？その看守って。異常なーし、前を見てるだけだな。まずはこいつの近くに行って、いや、ルートも何もさ、ただ上に行ってるだけじゃん。どっちだ？こっちか。このスライム灼熱とか吹けないんだな。さすがにそこまでは強くないか。そんなだったらこんなとこにいないよね、そもそも。あれ、猫がいるじゃん。特に手なずけることはできない。この猫もなんかいつか役に立ちそうな気がするんだけど。俺今どこにいんの？え、これさ、どこまで、あ、下行けばいいのか。排水溝を進む。臭そう。臭くねえ、脱獄なんかない。大丈夫かな。視界があんまり良くないからね。いやー、やっぱりなんかエッチな本とか作っといた方が良かった。あそこになんか置いとくんだよね、だって。
いけるか。いやでも作り方とかわかんねえかな、そもそも。マーカスに教わったルートはここまで。ひどい。あれあいつ何やってんの。2号棒のやつ。いやどうやってさ、どうやってあいつは抜け出したの、そもそも。高いところに登るなら俺様の背中に乗れ。あ、マジで。スライムに乗ってみよう。ジャンプ力が高い。すごいねスライム。そんなに柔らかいの。なるほど、ちょっと動きづらいけどね。え、どっちだっけ。あっちか。あ、エッチな方置くのってどこだっけ。上から行けば問題ないんじゃないの。あ、このツタとかなんか登れそうじゃない。スライムついてくる。あ、ついてくんね。あー、これさっき見てたところか。この砂はなんか隠しにはなってないよね。ただの砂だよね。砂でいけないかな。これぞビルダー。無理はしない。あ、この砂使えってことだな。じゃあ足場として、これいける。いけるね。足場用に少しやっぱり砂も確保しておこう。取れるときに取っておく。でこっからが問題だな。ちょっとスライムに乗るどうこうっていう問題じゃない。踏み外さないように。あ、危ない危ない危ない。怖え。いや本当に怖い。いやビルダーすげえな。はい。いやこの、おお、開いてた。え、よく落ちなかったな今。全然気づかなかったわ。ゆっくり行こう。歩いていく。確実性を取る。いやこんなところ歩けないよ本当に。懲罰棒の上まで来た。この砂はなんだ、なんか怪しい。はーい、破壊しまーす。ええ、なんか出てきた。懲罰棒に通じている。了解です。スライムさん入る、これスライム。入った。いや、プルルーンって、プルルーンってすごいな。それ、おー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 おお、よく気づかないなあいつ。骸骨だから節穴か。ゲット。うーんじゃねえよ。バレるぞお前。そいつをどうしようってんだ。いやお前もうるさい。ちゃんと閉じておこう、これは。あの、バレないように。さて、ここから一気に下に降りちゃっていいものか。これここの鍵で開くの、使っちゃっていいのこれ。あ、鍵なんてかかってねえわ。え、待って待って待って、ここからちょっとメタルギアソリッド要素が入ってんだ。いや俺メタルギアソリッドやったことないんだけど。大丈夫、ちゃんとクリアリングしていこう。人はいない？人っていうか骸骨ね。トロルどこ行った？トロルはいないか。一応端から行く。これ壊せんの？あ、壊せんね。扉あ、開くわ。あ、これ俺が寝れるの？こんなとこで寝たらあれでしょ。回収する必要なさそうだな。なんかアイテムとかないのかな。一応これなんかないの。これパクってこよう。いや無理か。いや絶対これいいでしょう。あれ何、待って待って待って、なえなんだ今。指導に装備を渡すと怪しまれる。渡すな、脱獄するときにしよう。なんか手に入れた。棍棒だ。今どこにあった。いや俺棍棒よりさ、
あ、ここにあったのね。全然分かんなかった。これが欲しかったのよ、これ。鉄の槍。いや、絶対これいいよ。いや、アイテムゲットしたね。よし、棍棒はでかいっていうか、俺の装備じゃねえし、でも、指導が戦闘できるね、これで。まあ、いざとなったらね。多分、棍棒があるってことは戦闘になるんだろうな。てか、大木槌は無理か。あれ、ここが俺の懲罰棒。さっきのところ違ったか。でも、入れたは入れた。あと、お腹が減ってる。2つ食べちゃおうか。いや、50% にしとこう。で、ここか。え、大丈夫？餌をやって大きい寿司。いや、無理でしょ。倒さないといけないんだよ。凶暴な大きい寿司。一度倒さなきゃダメ。そうだよ。お、頼む、スライム。いや、俺、マジで。え、どうすんのこれ。3とか1とか。あ、でもそんなにヒットポイントない。今誰攻撃した？スライム攻撃が強い、もしかして。いや、そんなことないわ。ヒットポイントが単純に少ないわ、こいつ。大した大きい寿司じゃねえな。雑魚か。素手で撲殺する。あ、そうだ、魔物の餌。これか。はい、どうぞ。手名付けた。こっち喋れんの？スライムは喋れるけど。そういう理性は残ってなさそうだな。木槌くれって。え、名前入力できんの？こいつの名前は分かんない。何しろもう木槌でいいや。分かんねえから。はい、ガル。いや、ダメだ、人間の言葉は話せない。仲間にはしたけど、看守にバレないように再考しないといけない。こんなおとなしく、しかもあんま似てなくね。全然似てないんですけど。まあ、いや、置いとこう。身代わりできそうだって。本当にそう思うか。地下牢の下に連れて帰れば目標は達成。一度出てくる。帰んなきゃいけないのか、こっから。あれ、あいつどこ行った？いた。さあ行くぞ。行くぞってどうやって帰るんだ俺。もうちょっとなんか探索したい気がすんな。アイテムがあったってことは俺の武器ないの？一応ここにさ、砂が置いてあればさ、ダミーにはなるよね。なんか砂で見づらいなみたいな。でもまあいっかって。あんまり気にされてないっしょ。これさっきのところか。これいる？あ、これは無理。これ壊せねえや。こんなところで寝たってしょうがないからね。じゃあちょっと一回正規ルートで帰ろうとしたいけど、ちょっとマジでこの槍さ、心残りなんだけど。裏とかないかな。いや、あんまりでも探索しているお腹がないんだよね。ちょっと待ってね、周りを見つつ。あれ、あれ、こっから帰れる。あ、そうだよね、監修だよね。単純に来た道を帰ればいいっていう、そういう話じゃないの？いきなり後ろ向いてくるかな。後ろ向いてくるんだったらすげえ厄介だぞ。ほっほっほっ。よし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 。やはり上から行くしかないな。木槌ちゃん、ちゃんとついてきてくれるかな。いや、ちゃんとついてきてくれるんだろうけど。現実的な話。で、どうやって帰る？この上に乗ってる限りはバレないかな。足場作っていくか。24個。
っと待ってね。これでちょっと一回行こう。こっち行ける？てか俺どこに来てる今。おお、びっくりした。落ちたかと思った。いやこれ今貴重だからな、ブロックは。で最終的にはあっちじゃん、逆？もしかして。いや違う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 、ローに帰ればいいんだから。え、だってさ、と、うわー、見つけたー、見つかったー。こっからか。危なかったな、何が。もうアウトでしょ完全に。危なかったなじゃないよ。え、下降りていける？いや絶対無理だ、これは無理。そしてどうなってんだか分かんない。あ、でここに戻ってくるのか。じゃあ、おい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 、お前来んの。それは聞いてないよ。いや、どう、何これ逃げ切ったの。いやそんなわけないよね。え、待って、あいつ気づいてくんのかよ。あんまりうるさい、うるさくしちゃダメってこと。いなくなってんだけど。おいおいおい、なんだ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 。いやうるさい。バタンって。静かに行こう、静かに。気のせいか。この食材の裏にいれば気づかれない。でルートを構築したいんだよね。意外に近いは近いけどさ。え、でもさ、地下から行かないとダメだよ、地下から行かないと。よし、ほい。どうなってんだ。あ、そっか、上から降りてきたんだ。あの砂ぶっ壊して。あれ、とりあえずここに行けってこと。え、どういうこと。懲罰棒の監視はやり過ごした。さっきのさ、一番最初の俺のルートはどうだったの。目印の場所まで進んでくれ。どこ。あそこか。裏から来た方が良さそうだな。け、あそこにもいるな。どうやっていくか。あいつだってこっち向いてるよね。落ちる。え、ここ大丈夫。ちょっと スライムちゃんと大木槌ちゃん、本当に大丈夫君たち。とう、おうおうおお、見つかった。こっからか。いやめんどくせえなこれ。で、こっから飛び降りちゃっていいかな。よし、行くぜ。とわー、オッケー。もうすぐ焼却場。来た時のルートを思い出しながら目印の場所に進む。いや、もうわかんねえんだけど。どこ？目印の場所って、あっちの方だな。とりあえず上が安全だよね、どう考えても。こいつ乗ろう。さっき下から降りてきたんだけど。え、ちょっと待って、降りてきた意味なくねえか。また戻る羽目になってんぞ。
ちょっと分かんない。え、あっちってどっち？なんかすっげえ見つかりそうなんだけど。いる？え？ここは？あー、そこに骸骨がいんな。骸骨の視界がどこ、俺の視界が分かんない。どこまで骸骨の視界があるかだよな。これ危険だよね。いや、両端にいるわ。ってことはやっぱ上から行った方が良さそうだな。で、この下、ちょうど真下か、ってかここに出ちゃいけなかったっぽいな。あ、骸骨いるな。ってか腹が減りすぎてんな。どうすればいいこれ。腹減ったらもう無理だよ。あ、後ろから行けってことか。排水溝？これ排水溝じゃないけど。あ、ここか。はい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 。で、余計な手間を食ったな。お腹も減りすぎたし。よし、監守がいる。東側から回り込む。東ってこっち側だよね。ああ、あの監守を要はやり過ごすってことでしょ。静かに行こう。よし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 。あぶねえ。え、大丈夫だ。戻ってる途中とかにさ、いきなりいて見つかったりしないの？え、これこっち側から行けないんだ。あれ、どっから来たっけ。水がある。あれ、ガチでどっから来たっけ。あれ、分かんなくなっちゃった。あ、ここだここだ。やばい、もうお腹が 10% しかないんだけど。9、食うものがない。ばあちゃんにもらったキャベツが底を尽きてしまったからな。大きづち。明日になったらこいつに地下道を掘り進んでもらう。脱獄の決行はいよいよ明日。言葉も状況も理解できていない。地下道を掘るなんてことできるのか。ばあさんに相談してみてくれ。俺様たちはここに隠れている。ここまではすこぶる順調。いや、こっから先が多分
60%。相変わらず地形が把握できないな、これ。こうか。砂がねえんだけど、そもそも。ちょっと待って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 。これでいいや。はい。はい。この砂は何だって言われそうだな。大量に使ってしまったからな、無駄に。いやマジでうわーよ。副獄長、おおほほ、皆さん起きてください。今日は抜き打ちで牢屋のチェックをします。ベッドの下の地下道が見つかったら今までの準備が全部パー。なんとかしてやり過ごす。おとなしくしておけよ。どうです、ここの牢屋はおかしなところありませんか。副獄長って誰。結局鬼頭氏か。特に問題はない。ふむ、ビルダーのあなたなら地下道くらい掘っていっても不思議ではない。何かやましいことはしていませんか。していませんか、だからはい。そのはいはどちらの意味なのです。まあいいでしょう、抜き打ちチェックはこれでおしまい。うまく抜き打ちチェックをやり過ごした。別に何もしてないけどね。副獄長、ずる賢そうで生意気な感じ。知性がなくて思い通りに壁が掘れない。明日棒を移ってもらう。2号棒に引っ越し。あれ、どっちから行くんだっけ。いや、しかも遅れてる。めちゃくちゃ出遅れてるぞ。話してたから。てかお腹 5% しかないよ。もう3号棒の囚人は揃った。2号棒から脱獄を企てた者が出た。ああ、あの逃げてたやつ。罰を受けているだろう。明日獄長様が直々に破壊する。貴様は明日2号房へ引っ越した。キャベツは作らせん。雑草を破壊しながら自分自身と向き合う。いや、もう向かうお腹がないんですけども。なんか食い物、食い物をください。薬草ってだってあれでしょ、お腹は膨れないよね。魔物の扱いが得意。え、教団に駆り出されて神殿を作っているのを見た。ハンマーの目印が貼られた壁をひたすら壊していた。なるほど。ハンマーシール、へえ。貼った場所を大きい槌が壊してくれる。どうやって作るの。ちょっと素材ないっすよ。両方無限ボーナス。いっぱい作れんな。いっぱい作っといて、1000個作っといていいでしょう。損はない。1000個作りまして、すげえな。こういうのは
壊せないか、わらわ。燃やすことはできるだろうけど、ちょっと燃やしてみる。ボッ。おおおおおお、ちゃ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 、お、燃えた。燃え移って火事になるぞ、これ。大丈夫、火事だーってならないのかな。え、すげえ、めっちゃ火事になってんだけど。沈下した。え、まだ燃えてねえ、なんかどっか。え、どっか、まあいいや。お腹 2%、 やべえ、食いもんくれ。脱獄の準備はできた。こんな島わざわざ用意してハーゴンは何を考えている。教えも島によってなんだかちぐはぐ。教えを守らず物を作っている兄弟もいる。ハーゴンってやつは大したことない。私はそうは思わない。ハーゴンはもう死んでいると思っている。前に同じことを言ってた。この世界はハーゴンの偽りで塗り固められた世界。私の記憶じゃハーゴンは自らの血で復活させた破壊神と一緒にロトの三勇者に倒された。だけどここの連中は人間も魔物も教団の連中でさえそのことを知りもしない。え、風化してるってこと。あ、ペルポイの町からロンダルキア、ロンダルキアの山に迷い込んだんだ。死ぬぞ。不思議な世界に入り込んでいた。え、どういうこと。あんたたちの成功はこの監獄島に来る者たちの希望になる。そのためには語り部が必要。脱獄を成功させてくれ。いや、その前に飯をくれ。なんか異世界的な感じ。俺は自分の床のすげえな、掘れるだけ掘るって。え、 2% しかないよ、 2% しか。魔物の餌とか食えんの。食えない。お腹減ったよ。キャベツも回収できねえかんな。あれ、ってかこいつに装備させられんの。お前あげよっか。あ、今装備させるとあれか、目立つって言ってたかんね。ちょっと待って、なんか食い物欲しいんだよ本当に。夕方までさ過ごしたことによってお腹が減ってるんじゃないか。通常だった夕食1個キャベツ1杯しかない。キャベツプリーズ、プリーズキャベツお願いします。ありがとうございます。1個なぜ。指導、お前余計なこと言いやがって。食べよう、もう無理だ。違う、こっちじゃない。いやいや、待って待って待って、なんかないのかな食いも、まあ、ないよね。所詮囚人だからな。いや、パーセンテージ減るの早いな。なんか走ると早いとかあるかな。でもちょっと遅いよね。いや、なんかあんま変わんなそうだな。うん、あ、なるほど。でもさ、壁掘るって結構な音がするんじゃない。ドッカンドッカン、大丈夫なの。っていうかさ、これシール足んなくなったらどうすんの。俺1000個作ったからいいけど。あと俺のお腹が持たないんだけど。でやるか。
明日になれば指導が棒を変えられる。船も壊される。問題はない。脱獄をマーカス。じゃあ1個貼ってみる。でかっ。はい。いや、こんなうるさいの。あ、加点ある程度は掘っていく。いやでもこれさ、調整するのが難しそうだね。勝手に掘り進んでいくからね。いや、うるさいよお前ら。そんなことしてたらバレるだろう。いや、あいつカンカン言ってるよ。で、え、どこまで行けばいい？なんかこの、あ、シド。土の壁しか壊せない。まあそりゃそうだよね。え、魔物なんて出てくんの？シド、頼む。それはお前に任せた。あれ、また話すやついる？もういないか。突き進んでいくだけだからね。じゃあちょっと行くか。行けるだけ行く？これ土じゃないもんね。え、どっからどう行くの？あ、ここか。でもさ、どこに出るかなんて分かんなくない？まだルートを確立してないんだけど。宝箱だ。そうだ、なんか出てきた。手毒。キノコ、キノコ、キノコ食える？いや食えないんだよキノコって。え、お前何勝手に破壊してんだよ。毒消しそうって。いやー、お腹いっぱいにならんわ。え、これ毒消しそうだけじゃん。ここにもあるか。なんか食い物出てこねえかな。じっとしてるだけでもお腹減る。見守ってよ今は。めっちゃ土手に入れてんだけど、あ、途中でルート変更とかあんのかな。シールを貼り直すとか。なんだ、あ、なんかルート変更しなきゃダメっぽくない？左にあるよ、水の流れる音。潮風の匂いもする。え、ここにあるじゃん。君たち節穴？目は。やっぱ行動すれば減るっていう感じかな。いけねえんだけど。待って、俺いけないんだけど。おお、傷つき。待って、あ、下に貼るか。おけねえって書いてない。え、どういうこと？おお、傷つきちゃん。こっから貼れないの？来てくれ。残り 2%。 いや、大きい寿司めんどくせえ。キノコ、せっかく手に入れたのに。このままでは食えないからね。火があるわけでもないし。で、こっち破壊せよ。
もう一個か。オッケー、下水。懐かしい匂いがする。なんだそれ。潮風を感じる。いや、先に進むって言って。もうさあ、でどこに出てくんだこれ。あ、なんかいる。うおーん、腐った死体。一匹だけ腐った死体がいる。ぶっ倒す。あしら丸腰。黙って殴れ。いや、お前は装備があるんだろ。いや、ガチで。いや、もうお腹減ってて無理だよ。シド、お前に渡したコンボを役立ってくれてるか。てか、大木槌がさ、殴ってくれるか。腐った死体を倒した。こいつも仲間になるの。なんとかなった。タコ殴りにすればなんとかなる。この腐った死体、ひょっとしてなんだっけ、名前忘れちゃった。仲間になりたそう。この腐った死体に魔物の餌をやってくれ。どれ、これか。これやんなかったらどうなんの。まあ、ちゃんとやるけどさ。って名付けた。結構仲間いっぱいいるね、モンスター。あれマジでここどこだ。もう分かんねえから死体でいいや。うおー、どうするでやんすって。あんたやっぱり。なんだっけ名前。空腹で倒れそう。マーカスだっけ。ちょっと待ってね、こっちの方も見ておきたいは見ておきたいんだよな。監視の目はなさそうだね。ちょっともう走る気力がない。ジャンプとかはまあできるっちゃで。いや、悪魔神官がいるんだけど、ちょっとダメだこっちは。やはり向こう側から行くしかないか。走れる。いや、走れないわ。お腹が空きすぎて。行動できんの。行動はできるけど、一発ぶん殴ると腹減ったっていう感じになる。じゃあここだな多分。これ壊せる。置いてみよう。これ壊せないの。そうか、壊せると思ったんだけどな。ちょっと土壁っぽかったから。これちょっと邪魔だから一回退屈にしとこう。さっきの、まあ、悪魔神官っていうか、なんだっけ、祈祷師。悪魔神官はあれだからね、コンボを持ってるやつだから。戦闘？なんかアイテムねえかな。自分の武器が欲しいんだよね、自分の武器が。これでさ、見つかってないっていうのがまたすげえよな。これ上行けんのかな、ジャンプして。え、やるか。やるしかないか、もうこいつは。ようやくここまで来たか。バレていた。あなたたちの計画は分かっていた。知っていて泳がせていたんですって。ギリギリのところまで成功させて、一気にドドンと絶望に落とす。あのビルダーさえ脱獄に失敗したとなれば、この監獄島の評判はより高まる。あの牢屋に入れられてたのも。あ、なるほどね。マーカスが昔使っていた牢屋を6207番にあてがった。
いや、いや行けよお前ら。俺はもう無理なんだよ。痛い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 。お腹が減りすぎてんのよ。指導マジで頼む。こいつを倒さないと骸骨が永遠に湧いてくるね。クサクサしたい。頑張ってんな。俺はもう見ていることしかできないよ、残念ながら。さすがだ、シド。コンボを渡した甲斐があったな。やったぜっていう、もう元気もない。副獄長を倒した。てか獄長がまだ残ってるよね、トーロール。お二人の持ち物落とした。え、マジで。なんであいつそんなの持ってんの。風のマントを装備した。やった、食い物行こう。いや何さ、え、持ち物って、え、どういうこと、装備品だけ。あ、そっかそっかさ、もともと外に出てきたから食い物持ってねえや。よくよく考えたらゲーそういうことか。儚い夢だった。一応ハンマーは触れるな。うーってお腹が減ってんのよ。ちょこり、え、触れない。一回一回外。腐った死体でかくね。いやでもこっから出て、ああ、なるほどね、船があるのか。夜明けも近い。抜け出した。お腹減った。食い物欲しい。どうだ、いけるか。トロルは、トロル、あれ、動けないんだけど。ちょっと待って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 、進まないんだけど。おお、びっくりした。お前が来んの遅かったのか、サスケ。餌で魔物を仲間にできるようになった。俺たちの島で面倒見てやる。俺様はここに残る。マーカスの代わりに脱獄を成功させたかっただけ。生まれ故郷のこの島を捨てる気はない。こいつらと一緒に島に残る。人には人の生きる場所ってもんが。お前人じゃねえだろ、モンスターだろ。あ、普通に言ってる。島で仲間が帰りを待っている。追っ手が来る前に早く船に乗るんだ。マーカスが果たせなかった脱獄の夢、一緒に叶えてくれる。てか腐った死体はどうすんの。せっかく脱獄したのに。脱獄計画コンプリート。じゃあな、話せる、乗れるじゃん一応。さあ行こう。帰ろう。いや勝手に降りたんだけど。おかしな話も聞いた、おかしな夢も見た。世界の偽り、死んだはずのハーゴン、ハーゴンを呼ぶあの夢。俺たちはこれでもう二度と会うことはない。モンバーのことは俺とみんなで面倒見るぜって。大脱走、トロフィーゲット。でも結局さ、また島を襲われたらさ、意味ないよね。島の防衛をもっと強化しないと。
そのモンスターたちが攻めてきてもさ、大丈夫なように。住人たちだけだったらやっぱ限界があるよね。城塞都市メルキドみたいにさ、そう、城塞都市と呼ばれる島にしていかないと。かといってな、銀とかの壁って意外にさ簡単に壊されるんだよね。お、元気だったか。いや、どれくらいいた？1週間くらい。じゃ、お腹が減った、お腹が減った。やっと帰ってきた。モンゾーラとオッカムルのみんなが力を合わせて何とかしてくれた。あんな長い間どこで何をしていたのか。とりあえず飯を食わしてくれ。ガチでガチでお腹が減った。久々のパンしか持ってねえやん。あ、あったあった。高いやつ食べ、高級野菜食べ。野菜か。いや、キノコか。だったらステーキだな。まあ、サボテンステーキ。サボテンステーキくらいしかねえか。食うの。一回、これしまって。サボテンステーキ食おう。ほい。で、あとはパン。で、飲み物も飲もう。野菜ジュースしかないけど。ないよりはマシ。パン食ってジュース飲んで、よし、オッケー。監獄島、毎晩毎晩夜泣きして大変。とにかく2人で脱出する道を作ってきた。3人だけでパーティーを開かない。なんで？というわけで、無事ね、あの監獄島から脱出ができましたので、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。